南北海道105校の頂点に立ち、2年連続5回目の甲子園出場を決めた北湘ナイン。新千歳空港での出発セレモニーでは、航空会社のスタッフから必勝の千羽鶴と花束を手渡されました。暑さ対策も行っているという伊藤主将は、夢舞台での戦いに自信を覗かせました。高校生らしく全力で一つ一つプレーをし、北海道にいい結果を報告できたらいいなと思います。北湘は明日から関西各地で練習を行い、3日の組み合わせ抽選会で対戦校が決定します。大会は6日開幕です。